そうそう。難しい。この間撮れたのにね。ああ、そっか。行っちゃうよ。もうや。全然意味ない。いや。全然嬉しくないあれだよね。ちょっと奥だった。やっぱ弱いよね。俺弱かったもん。思った。もうちょっとぐらい動いてもよかったような。それか、そうかな。弱いね。でももうちょっと、もうちょっとグッていってもいいような気するけど、なんか。なるほどね。無理やり入れる。無理やり入れて、ちょっとでも動け。いや弱いわ。もうちょっとあれだな。もうちょっと奥に行ってもよかったね。うん。無理やり、すげえ。うまい。うまい。ああちょっとあれだね、無理やり入れすぎたよね。でもいやでもこれぐらいしないと動かないから。動くのかあれで。奥外せばもう手前落ちるから、ね。うん。動かねえかとか。つくか。あちゃやっぱついちゃった。うん、あ、なるかもしんない。でも、これはまだもうちょっと。やっちゃうね。すげえ回ってんの。面白い。肘回し。あ。先にずれた。出た。
んだ形だって。インバーがクソモンだよ、やっぱり。あ、そうなるのか。うん、これどうだろう。ないんだね、パワーね。弾くあれはないんだね。そっか。あ、そう、回っ。そしたらもう奥行くしかないのか。いやだから、いや幅すごい有料設定とか思ったけど自分で広げた。俺が自分で広げた。自分で広げたわか。上げた時に広がって広がったよね。うん、こうガガンとはなったけどね、うん、ただあそこちょっと広がったと思う。末広になってる。こっち側 DM で送るかな。あ、こっちの方が広い。そうだよね、こっち広いよね。うん、普通はね。いやだから今一瞬この形になって、いや富士の有料設定と思ったっけ。違う違う、広げた。これこれでここぐらいで。あ、ちょっと奥すぎたか。奥すぎたね。ちょっと右。いや、右は触んない。いや、難しいな。手前の方を押した方がいいのか、手前のバー頂点か。裏剣で。わかんしょ、これ。ここ。もうちょっとで落ちる。奥角はね。うん、でもすごいきつくなると思うんだよね。すでにギチギチだと思うんだ。無理やり広げたもん。これは？あ、これいい。あ、いいっしょ。ここでこっち壊すんじゃない？ああ。いい。こっちじゃないの？どうしよう。入ったと思う。右側チャンスに持つから。あれ、どうした？あ、えー。